今日終わったばかりでというところあるんですけれども、もしこのような形で世界最後と出会っていくっていう方向にすると思いましたら、なんか具体的にイメージされているものもあるんですか？いや、具体的にはまだないですね。結局、なんていうんですかね、お金のやっぱり関係性でやりたくないので、必ず習っても1億習ってやりましたってことではなくて、やっぱりお互いにその、なんていうんですかね、共感してやるっていう、でもそういう意味では、今回こういった取り組みができたっていうのは、とてもその良い、事例になったというか、つまり世界一のシルクドスレイユと世界一のクリエーションのユニクロっていうのをコラボレーション、PR コラボレーションでできたって、この事実を持って、さっきの名刺代わりはないですけど、また世界一のアーティストっていうところで、僕らも一回、チャレンジしていきたいなっていうんですが、まあ、具体的にはちょっとまだ動けてないので、まあ、これからっていうことになりますけど、ただまあ、今考えてみると、そういうユニクロックでできたこと、で、それがこれにつながっていって、これでできたことがまた次につながっていく。なんかこういうその段階的にその進んでいってる感じというか、そういう感じで一つ一つその一つ、はい、ベースにして達成していきたいなと思いますけど、じゃあここでもし何か